こんにちは、皆さん。今日は日本の芸能界で話題沸騰中のある俳優の意外な日常をお伝えします。その人物とは中野英雄さん。59歳にして驚きの二重生活を送っているというのです。真夏の太陽が照りつける横須賀の海岸、そこで目撃されたのは年の離れた男女が株に二人乗りする姿でした。ホットパンツ姿の若い女性を背に運転する男性、その正体こそが俳優中野英雄さんだったのです。中野英雄さんといえば、名作ドラマ「愛という名のもとに」でブレイクし、ドンの道、アウトレイジなどの薬剤映画で存在感を放つベテラン俳優。そんな彼が28歳年下の女優と密着した姿で目撃されたのです。しかし、この衝撃的な光景の裏には意外な真実が隠されていました。今回は中野英雄さんの驚きの生活と彼を取り巻く複雑な人間関係に迫ります。まず注目すべきは中野英雄さんの息子、中野太賀さんの存在です。31歳の中野さんは今や日本を代表する俳優の一人。2024年前期の NHK 朝ドラ「虎に翼」では主要キャストを務め、新宿野戦病院ではダブル主演を飾るなど、その活躍は目覚ましいものがあります。さらに2026年放送予定の NHK 大河ドラマ「豊臣兄弟」では主演が決定。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いと言えるでしょう。父中野英雄さんは息子の活躍を SNS で公に応援、今日も見てますと投稿するなど、父子の絆の深さがうかがえます。しかし中野太賀さんは恥ずかしいからやめてと言ったんだけど、父は宣伝隊長ですと苦笑い。二人の関係性が垣間見える微笑ましいエピソードです。ここで話を中野英雄さんに戻しましょう。彼の二重生活とは一体何なのか。実は中野さんには20年以上前に離婚した元妻がいます。そして今28歳年下の女優中山心さんと親密な関係にあるというのです。中山心さんは31歳、中野英雄さんの出演作品でデビューし、現在も彼の YouTube チャンネルに頻繁に登場しています。二人は横須賀の別荘で4日間連続で過ごしていたとされ、一見すると不倫を疑わせる状況です。しかし事態はそう単純ではありません。ハイカラビデオ。中野英雄さんは元妻との関係も良好だといいます。自宅にも頻繁に帰っており、近隣住民は最近も奥さんと散歩する姿を見かけると証言しています。この複雑な状況について中野英雄さん本人に直撃取材を敢行しました。そこで明かされた驚きの真相とは、実は20年近く前に離婚しているんだよと中野さんは切り出しました。あの頃はお姉ちゃん遊びもあったし傲慢だったんだな。二人の息子も家族会議に入って、当時高校生だった大河が、とにかくお母さんが気分よく生活できるならいいんじゃないかって目の前で言っていたことは覚えている。離婚の事実を明かした中野さんは続けて中山心さんとの関係について語りました。肉体関係はないの。俺のやっているファッションブランドの下仕事を全部彼女に任せている。横須賀ではずっと仕事していたんです。さらに中野さんは意外な告白をします。もう体がダメなんだよ、40過ぎたあたりから男性機能がダメなのと赤裸々に語ったのです。しかしここで疑問が湧きます。なぜ離婚しているにもかかわらず元妻と一緒に暮らしているように見えるのか。中野さんはこう説明します。横須賀の家は離婚後に買ったんだけど、東京の家にも離婚した当時から週一では帰っているの。夫婦は離婚したけど家族の関係は変わらなかった。元妻とはずっと一緒に仕事していたしね。さらに驚くべきことに、中山心さんは元妻が代表を務める芸能事務所のスタッフだというのです。中山も元妻が代表を務める芸能事務所のスタッフなんだよと中野さんは明かします。この複雑な関係性の背景には中野さんの健康問題があったようです。5年前に大病を患ってぶっ倒れたんだよ。その時元妻がちょうど仕事で海外にいて、
入院した俺の面倒を見てくれたのが心だったの、と中野さんは中山さんへの感謝の気持ちを語ります。中山心さんとの再婚の可能性を問われると中野さんは次のように答えました。再婚とかそういう感じはないな。彼女もいい年だし、結婚出産とかになるじゃない。俺の存在が邪魔になると良くないし。元妻にも話を聞きました。彼女は離婚をしたことは事実です。中山さんは私の会社のスタッフとしてお仕事していただいております。一般的な関係ではないかもしれませんが、彼はなんだかんだで家族を優先してくれています、と語り、この複雑な関係性を認めています。中山心さんについてももう少し詳しく見ていきましょう。彼女は2016年映画コンフリクトから最大の構想からで芸能界デビュー。その後はドラマや V シネマで人気者を中心に活躍し、多くは中野英雄さんと共演しています。ハイカラビデオ。抜群のスタイルと山本彩さん似の美貌が魅力の中山さん。昨年発売された人気ゲーム龍が如く七外伝ではオーディションを勝ち抜いてキャバ嬢役に抜擢されました。また個人の YouTube チャンネルではゲーム実況動画を多く投稿。中野英雄さんとの連泊中にもゲーム実況の生配信を欠かさず行っていたそうです。さて、この複雑な人間関係をどう見るべきでしょうか。一見すると不倫や二重生活を疑わせる状況です。しかし当事者たちの証言を総合すると、決して単純な不倫関係ではないことがわかります。中野英雄さんと元妻は離婚後も家族としての絆を保ち続けています。そして中山心さんは単なる若い愛人ではなく仕事のパートナーであり、中野さんの病気の際に支えとなった大切な存在なのです。この3人の関係性は従来の家族間や恋愛間では捉えきれない新しい形の人間関係と言えるかもしれません。しかしそれぞれが互いを尊重し理解し合っているからこそ、この関係が成り立っているのでしょう。中野英雄さんは中山心さんとの関係をこう表現しています。恋愛関係はないんだよ、ただパートナーと言ったらそういう存在になるのかな。この言葉には現代社会における人間関係の多様性が現れているように思えます。家族や恋人、友人といった従来のカテゴリーに収まらない新しい形の絆、それこそが中野英雄さんを取り巻く人々の関係性なのかもしれません。しかしこの複雑な関係性が世間に受け入れられるかどうかはまた別の問題です。特に息子である中野太賀さんの活躍に水を差すことにならないか懸念する声もあります。中野太賀さんは父親の存在を公にすることを長らく避けてきました。タイガの名前だけで活動していたのも七光を避けたかったからです。しかし最近では父親との関係をオープンにし、互いに応援し合う姿が見られるようになりました。この家族の絆が中野英雄さんの複雑な私生活によって揺らぐことはないのでしょうか。それとも互いを理解し支え合う関係だからこそ乗り越えられるのでしょうか。今回の一件は現代社会における家族や恋愛の在り方に一石を投じる出来事と言えるでしょう。従来の価値観では理解しがたい関係性、しかしそこには互いを思いやり支え合う姿があります。私たちはこの事例をどう受け止めるべきでしょうか。批判的に見るべきなのか、それとも新しい形の人間関係として認めるべきなのか。答えは簡単には出ないかもしれません。ただ一つ言えることは、中野英雄さんを取り巻く人々が互いを尊重し合いながらそれぞれの幸せを追求しているということです。それは形は違えど私たち誰もが求めているものではないでしょうか。今回の件を通じて私たちは家族や恋愛、人間関係について改めて考えさせられます。固定観念にとらわれず多様な関係性を認め合える社会、そんな未来への一歩を中野英雄さんの姿が示しているのかもしれません。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。